弓ヶ浜半島は、本州の日本海側、鳥取県西端部に位置する半島である。弓浜半島、夜見が、浜半島、ゴリが、浜半島とも呼ばれる。弓ヶ浜半島の空撮写真。写真下部の中央が、境港、写真の中央やや左に見える、滑走路は、米子空港で、この付近が、境港市と米子市との行政協会である。なお、 写真の下部の緑色が目立つ場所は、島根半島で、奥に見える島は、大根島である。弓ヶ浜半島は、鳥取県西端部から北西に向かって、細長く伸びた、三保湾と中海を分ける、全長約17キロメートル、幅約4キロメートルの半島である。中国山地から、弓ヶ浜半島の付け根へと流れ、日本海へと注ぐ日の川が、 上流から土砂を運搬してきた土砂と付近の潮流の影響によってサスが形成された。ただし、弓ヶ浜半島の全体が単なるサスではなく、サスの部分は主に日本海側の部分であって中海側は純粋なサスではない。それでも半島は全体的に標高が低くなだらかで山がほとんど存在しない。海岸部は埋め立てや 干拓や護岩による人工海岸が目立つものの、半島の付け根に近い部分の日本海側には、連続した砂浜が残っており、弓ヶ浜海岸や夜海が浜と呼ばれる。なお、弓ヶ浜半島の先端部と島根半島との間は、境水道と呼ばれており、ここで中海と日本海とがつながっている。境水道に面した大場公園の付近には、 県庁所も設置されている。中海川は比較的な海が穏やかであり、海岸部には貯木場も設けられている。内浜は6000から3000年前頃、中浜は3000年から2000年前頃、外浜は1000から100年前頃、それぞれ形成されたとする研究がある。弓ヶ浜半島には根元側に米子市、先端部に境港市が位置する。ただし、 ヨナ越は半島以外にも地域が広がっている。半島の先端に位置する境港を中心として、漁業が盛んである。日野川から水を引き、半島の中を流れる人工河川の米川による灌溉で、約2000ヘクタールの農地が工作されている。ただし、半島の付け根付近は、水田稲作が目立つ一方で、半島の先端に向けて、次第に、 畑作地帯へと遷移し始め、完全なる、畑作地帯へと変化する。そんな弓ヶ浜半島で目立つ作物として、長ネギが挙げられ、一時期に比べれば、栽培作物の多角化が進んだ分だけ、長ネギの割合が低下したものの、鳥取県産の長ネギの大部分を、弓ヶ浜半島で栽培しており、米なごネギの名を持つ。この他に、 かつて盛んだった、綿花栽培を復活させるべく、白州綿も2008年以降、坂港市が、工作放棄地などを活用した復活プロジェクトに取り組んでいる。半島の東岸の弓ヶ浜海岸、鳥取県米子市。弓ヶ浜半島には、境線が付設されているが、この区間は、山陰地方で最初に鉄道が開通した区間でもある。また、 境港市が水木しげるの出身地であることから、境線では特殊なラッピング列車が運行されている。ほか、各駅には愛称名として妖怪の名前が当てられている。境港駅前からは水木しげるロードが伸び、境港市役所で住民票の写しを取得すると、ゲゲゲの北郎のキャラクターが描かれたものが発行される。ほか、 水木ロード郵便局では特殊な消し印を用いているなど、官民を挙げて様々な取り組みが行われている。加えて、栄港市と米子市との行政協会付近に位置する、米子空港には、米子北郎空港の愛称も追加された。一方の米子市側の日本海側には、海景温泉を要する。なお、海景温泉の泉出は塩化物泉である。 2015年現在の鳥取県内の温泉の合計輸出量は約20だが2015年現在海景温泉だけで約5.7が湧き出している。つまり鳥取県内で輸出する温泉水の約4分の1がこの場所で湧き出していることを意味する。海景温泉付近の海岸は海景温泉海水浴場として開放されている。ただし、 この付近は1985年に完成した離岸堤によって過労じて海岸侵食を防いでいる状況にある。また、日本海側に沿うように国道431号が半島の先へと通されており、弓ヶ浜の部分には弓ヶ浜展望パーキングエリアも設けられている。この弓ヶ浜には防風林として松が植樹され、松原が 海岸に沿うようにして広がっており、日本の白車聖書100選に選定された。なお、米子市川の中海側には、米子城の跡や米子水町公園などがある。出雲国風土器には、宝器の国軍内の夜見の島とあり、宝器国風土器の一文は、夜見島の北西部に、あまり土里が存在したと記されていることから、古くは島であったと考えられている。 その後、日野川が運搬してきた土砂が堆積した結果、半島が形成された。ただ、1398年に成立した大仙寺縁切れ巻には、弓ヶ浜半島が描かれているため、すでに平安時代には、半島が形成されていたと言われている。半島北部に位置する境と外への周辺は、古くから水上交易の重要な気候地の一つであった。 戦国時代には戦略的に重要な水軍の拠点とされ、天古氏や毛利氏などによって、ここを争奪する戦いが相次いで行われた。1471年8月には、境松合戦、1563年11月には、弓浜合戦などが起こった。その後は、毛利氏の支配下に置かれ、吉川氏の干渉下にあった。 江戸時代に入ると隣接する三保の関と共に、北前船などの寄港地として栄え、漁業も盛んであった。半島として陸続きになったことで農業が行われるようになったものの、農業用水の確保が難しかったため、干ばつ時の被害が大きかった。これを克服するために、1700年に米村諸平の提案に基づき、 鳥取藩によって、車尾村大をわざかんのんと登るから、弓ヶ浜半島への水路改作が開始された。3段階にわたって行われた、用水路の拡張工事により、1759年には、先端の境港まで延長され、提案者である米村の一文字を取って、米川と命名された。水田のみならず、 木綿の産地として成長し、木綿は藩を代表する特産物となって白州綿と呼ばれ、弓浜ガスリが発達した。このほか麦や藍、寒暑などが栽培された。明治20年代になると、外国産の安い木綿が輸入され、弓ヶ浜半島での綿作りは衰退し始めた。綿に代わって栽培されたのは、桑の木で、養産が主体となった。しかし、養産も、 第二次世界大戦の影響で、弓ヶ浜半島では終焉を迎えた。半島の付け根の海景温泉は、海底に湧き出していた温泉だったが、日野川の運搬する土砂の堆積により、20世紀初頭には、比較的利用しやすい場所に、泉源を求められるようになったため、20世紀に入ってから開け有された。しかし、その後、 激しい海岸侵食が発生し、温泉施設の一部も侵食によって破壊された。また、20世紀最後の年に発生した、鳥取県西部地震では、弓ヶ浜半島の沿岸部の埋め立て地で、液状化現象が多発した。これに対して、弓ヶ浜半島の内陸部で液状化現象が発生した箇所は限られたものの、例外として、 かつて砂を採取していた場所を埋め戻して、住宅地として造成した場所だけ、この鳥取県西部地震の際に液状化の被害を、局地的に受けた。弓ヶ浜半島に存在する山を挙げるとすれば、米子城跡の付近で、標高約90メートルの港山、標高約60メートルの飯山がある。他に、米子東高校付近で、 標高約41メートルの勝つた山が挙げられるかも、しれない。あとは、米子水町公園付近の淡島神社の付近が、やや標高が高い。なお、地名では、和田浜駅の南に、米子市大崎大山という地名が存在する。また、中浜駅の西には、龍が山公園という公園が存在する。参考までに、 これらはいずれも山陰本線よりも北に位置するもの、ばかりである。海県温泉は、島根県との県境に近い。参考までに、山村順次、47都道府県、温泉百貨丸前出版2015年12月30日、発行 ISBN978 から4から621089965の P208 によれば、2015年現在の、 島根県内の温泉の合計輸出量は約30である。したがって、鳥取県と島根県で湧き出している温泉水の約1割が海家温泉で湧き出している。国道431号は弓ヶ浜半島の日本海側を縦貫して、堺水道大橋で、堺水道を越え、島根半島へと抜けていく。ありがとうございます。